やっていきましょうか。君の偽物に恋をする。今回はいつもの実況とは少し思考を変えて、ストーリーを楽しみうるっとくるノベルゲームをやっていこうかと思います。あらすじ。恋人の刹那が忽然と姿を消してから1年、彼女と初めて話したあの場所で、僕は彼女とうり二つの彼女トアに出会った。エンディング全5種類、トゥルー1種、ノーマリー、バッド3つもある。ハッピーがねえ。ちょっと気合い入れていきますか。なんか怖いな大丈夫かな、初めから。このゲームにはショックの強い表現が含まれています。苦手な方、心臓の弱い方はプレイをお控えください。本作が原因で吐く息の白さと降る雪の多さに嫌気がさす。子供の頃は雪が降っただけで嬉しかったはずなのに、今は不便さや不快感を抱くようになってしまった。どうして変わってしまったんだろう。急ぎ足で会社までの道を歩きながら、一日のスケジュールを思い浮かべる。9時から小説家の先生と打ち合わせ。何の仕事してんだろう。ビルの隙間から差し込む光を眩しそうに見つめる横顔。10時からは後輩の書いた記事のチェック。なんか新聞とか記者的ななんかやってんのかな。少し先を走っては転ぶ危なっかしい後ろ姿。あれかな、そのいなくなっちゃった刹那のことを言ってんのかな。後ろ姿やらなんやらかんやら。思い出してるのかな。10時30分には外回りに行きたいよな。どの店に入っても何をしていても幸せだと微笑んでくれた。泣き顔なんて見たことがなかった。てんてんてん。ああ、また余計なこと考えてる。僕はこの街が嫌いだ。この場所にいると君のことを思い出してしまうから。それでも僕がこの街から離れられないのは、ここにいればいつか君が帰ってきてくれるんじゃないかと期待しているからだと思う。スマホで時刻を確認する。余裕を持って家を出たせいか、まだ出社までには十分に時間があった。僕は駅付近にある欅並木の続く通りへ足を運ぶ。そのまま5分ほど歩き進んだところで、懐かしい光景が視界に入った。つい2年ほど前まで僕はここにある小さなカフェでバイトしていた。この中にいるのか。そこにお客さんとして現れたのが刹那だった。初めて会った時、泣いてたんだよな。過去を思い起こしながら、ぼんやりと店内を覗き込む。いそいそと働く店員に見知った顔はいない。もうさすがに変わってんだ、大が。僕が働いていた頃にお世話になった店長も体を壊して、今は店長の弟さんが代わりをしているんだとか。僕の視線の先は自然とあの席へ向く。かつて彼女が座っていた場所。いるのかな？何気なく眺めただけだった。けれど目の前の光景に僕は釘付けになる。いるんだ。あまりの衝撃に自然と声が漏れていた。あるはずのない姿が待ち焦がれ続けた横顔がそこにあった。僕は流行る気持ちを抑えきれず店内入った。わわわわわわ。今うるさくなかった？そうでもない？あ、オッケー。俺の方が音でけえだけだ。俺の耳で爆音だったよ、今。鼓膜交換しときました。いらっしゃいませ。何名様ですか？あ、行っちゃった。ちょっと。応対する店員の声を無視し、彼女の座る席まで歩くと、スマホの画面を見つめる彼女に向かって、声のボリュームも気にせず叫ぶ。刹那、かわいい。めっちゃかわいい。おっぱいでか。スーツを着ているからだろうか。あの頃のあどけなさは感じられなく、最後に会った時よりも髪も随分と長くなっている。どうなんだろうね。記憶喪失なのか、マジでただのそっくりさんなのか。彼女の姿は自分の知らない綺麗な大人の女性のように見えた。何歳なんだ主人公。僕の声を聞いた刹那がゆっくりとこちらに視線を移す。ずっと探してたんだぞ。今までどこに行ってたんだ。急に行けなくなったりして、彼女を一目見ただけで思いが言葉になって溢れてくる。表情を変えることなく彼女はぼんやりとこちらを見つめている。多少雰囲気は変わってこそいるが、今僕の目の前にいる女性は2年前にこの場所で出会い、付き合うことになった女の子。1年前何の前触れもなく、目の前から忽然と姿を消した僕の彼女。
刹那に違いなかった。すいませんお客様、周りのお客様のご迷惑になりますので店内でお静かに、とりあえず受付までお願いします。横から知らない声が聞こえてギョッとすると、店員がイライラしながら、ごめん全然イライラしてる声では喋れてなかった、僕に話しかけてきていた。刹那に夢中で店員の存在に気づかなかった。ああいや、ああいや、今はそれどころじゃ、この機を逃せば二度と彼女に会えないかもしれない。他人に構ってる暇なんてない。嫌な焦燥感に駆られる僕の耳に、すみません、この人私の知り合いです。あら優しい、懐かしく優しい声が聞く、声も一緒なんだ。あ、お連れのお客様でしたか。はい、ご迷惑をおかけしました。刹那が店員にペコリと頭を下げる。その丁寧な仕草は僕の知る彼女とはかけ離れていた。全然違う人？そのことに少しだけ違和感を覚える。とりあえず座って。彼女が目の前の席へ座りを僕を促す。ありがとう。僕は言われるがまま席に着いた。ではごゆっくり。それなら最初からそう言えよ。そらそうだよな。店員からしたら急にどこどこ入ってきてでっけえ声で喋りかけて、刹那だよなって言ってんのが知り合いだったっていう。店員がぶつくさと文句を言う声が耳に入るも、そんなこと僕の今の僕にはどうだってよかった。さっきはごめん、久しぶりだったから動揺しちゃって。頭をかきながら彼女に詫びる。いやでもほんと久しぶりだね、ポカーンってしてるよな。わかってないのかな、1年ぶりだよな、てんてんてん。少しだけ考えるような素振りを見せると口重そうに話を切り出した。どちら様ですか？彼女の言葉に僕はカップを取ろうと伸ばした手を止める。どちら様って、何の冗談だよ。僕は、どうしましょうか？ああ、ちょっと待って、俺のね、今この子の人物像がまだはっきりとしてなかったんだ、全然。こっちをした途端決まるぜ、いろいろ。上だったらまだなんか修正は効くけど、こっちを選んだ途端俺の中でのもうこいつがどんな層の像かもう確定してしまうけど、こっち行こう。多少のユーモアは大事よ。僕の言葉を聞いた彼女の表情が一瞬にして曇る。終わりました。怒らせたよ、私の彼氏はそんなこと言いませんやで。これ私の彼氏、あ、よかった、聞き間違えてくれてた、あぶね、彼ピのピをちゃんと知って聞いてた、セーフ。それ何の冗談ですか？これって流行りのナンパかなんかですか？ほら、カレピとか言うから。だとしたら最低ですね。店の中で周りの人に迷惑をかけて。ナンパって何言ってんだよ。あなたこそ何を言ってるんですか？だって、私たち初対面ですよね。刹那のよそよそしい態度に僕の嫌な胸騒ぎのようなものを感じていた。一年という歳月で人はここまで変わってしまうものなのか。いやでもな、一年ぶりに人と会って、絶対食い違うよね。まさか記憶をなくしてるとか忘れてるとか思わず普通に話しかけてこんなんされたらさ、キョドるよな。だいぶ喋り方も雰囲気もあの頃とは全然違う。これはまるで本当に他人みたいじゃないか。初対面ならさっきのは何だったんだよ。いやいや、そらね、知り合いだって話してくれたじゃないか。ああ、彼女は僕を責めるような口調で言葉を続ける。だってああでも言わないと店員さんが納得しなかったでしょ。下手すれば迷惑な客がいるって通報されたり、そう、うん、はい、すいませんでした、なんか。嫌じゃないね。ははは、じゃない。やっと会えたのにこんな仕打ちを受けるなんて。でもそうか。まあ、一年ぶりだもんな。急にいなくなっちゃった彼女だもんな。え、なにこれ？俺、カレピを選んだからこんな雰囲気になっちゃった？これ。全部カレピが間違いやった？でも仕方がないのかもしれない。あの日、刹那が僕の前から姿を消した前の前夜。消した日の前夜。彼女から珍しく電話があった。あの時僕は彼女に対して不誠実な態度をとってしまった。そのことが彼女を傷つけてしまったんじゃないか。刹那が最後に電話くれた時、仕事の忙しさを言い訳に僕は君の話をちゃんと聞かなかった。まあ忙しそうだったよね、さっきの話聞いてる感じ。冒頭の主人公ずっと謝りたいと思ってたんだ。あの、汗かいてる。何の話をしてるか本当にわからないんですけど。彼女の表情からは、漢字で GO です。なおもでいいのはそのままだった。なおも警戒の色がうかがえる。嘘や冗談を言ってるようにはとても見えなかった。君は刹那だよね。バカな質問だとは思わなかった。むしろ望まない答えが返ってくるような気がしていた。
いいえ。私の名前はトワですよ。トワ。刹那。トワ。刹那さんって誰ですか？彼女と話をし始めてから抱いていた不気味さや違和感。この正体に僕はようやく気がついた。この子は僕の知る刹那とはあまりにも中身が違いすぎる。でも容姿はそのまんま。ドッペルゲンガーに出会ってしまったような、そんな薄気味の悪さ。トワスさん。はい。なので人違いだと思いますよ。こんなことが本当にあり得るんだろうか？人違い？そんなはずはない。証拠を見せてくれ。これセーブとかできる？一旦セーブしとくか。現実でちょっと考えてみよう。証拠を見せてくれ。いや、キモ普通に俺考えたらめっちゃキモいけどな、これ。知らない奴にいきなり証拠見せろって言われる恐怖。証拠見せてくんないと俺は信じない。キモーってならん？まあでも事情を説明すればね、話は変わってくるんだけど。2年前にこうこうこうで、1年前にこうで。マイナンバーカード見せろ！スリーサイズは！何証拠にしとんねん。はい？君が刹那じゃないってことを証明してくれ。そうすれば諦めがつく。なんで私がそこまでしなきゃいけないんですか？いや、そらそうです。本当に人違いだったらごめん。でもどうしても納得がいかなくて。はあ。彼女が短くため息をつくと、観念しての表情で口を開いた。わかりました。でもその前に、あなたがタチの悪いナンパ野郎じゃないという証拠を見せてもらえますか？むずいぞ、これ。どうすんだ、主人公。タチの悪いナンパ野郎。そんな風に思っていたのか。ごめんなさい。さすがに言い過ぎたかも。いや？もっと言ってやれ。言ってやってもいいぞ。全然。俺なんならさっきスリーサイズ聞いたよ。いや、いいんだ。君の立場からすればその通りかもしれない。しかし、ナンパではない証拠って無理じゃない？どうすんの、ナンパじゃない証拠って。なんでもいいですよ。とりあえずマイナンバーカードを見せる？例えばそうですね。写真？あー、ナンパクソ野郎っぽくない写真がフォルダーにいっぱい入ってて、誠実そうであればいいってことが、見違うくらいなんだから。あー、そっち、ごめんなさい。私の写真を見せるんかと思いました。写真は、消した？あー、まあ。刹那は不思議と写真を撮ることを、あー、そっちなんだ。消したんじゃねえんだ。そもそも撮ってなかったんだ。なんだか無理にツーショットを撮ろうと試みたことはあったが、データを消すまで決して許してはくれなかった。ん？なんかもう分かってたんかね、刹那は。自分がいなくなっちゃうって。だから残したくもなかったとかかな。ないんですか？彼女なのに。じゃあ、来祖？何来祖って。あ、LINE か！何か恋人らしいメッセージを送り合っていたとか。ああ、それは残ってるんじゃない？他人に見せるのは、いやいや、他人じゃねえもんだって。刹那は、携帯を持ってない。また変わった女の子で、彼女は自身の履歴が残る行為を嫌った。だから僕らが普段会うときは、時間を決めて待ち合わせをしていた。すごいね。ああ、それで急に連絡取れなくなっていなくなったんだ。僕は彼女に連絡先を伝えていたけれど、電話かけてくれたのはいなくなる前日の、ああ、一度きりだった。アナログ人間だからと笑っていたが、今考えてみると少し妙ではあった。証拠は何もないんですね。すいません、なんか。やっぱりただのナンパじゃない。そうですね。声の下方へ目を向けると、トワがムッとした表情でこちらを見ていた。あ、もうトワになっちゃった。刹那じゃなくて。今、就職か、あ、就活中であんまり時間がないんですよ。あ、それでスーツを着て。用が、ないならもう行きますね。彼女は自分の支払い分をテーブルに置くと、席を立とうとする。いや、まだだ！まだだ、主人公！どうする？今呼び止めれば、もう二度と彼女に会えないかもしれない。僕は、彼女の肩を掴まない。一回言っとく？まあ、俺ね、最近ちょっとね、なんか、あまりにも正解を引きすぎて、すぐにいいエンド行くから、一旦バッと言っとこう。でも、こういうのしたら、こういうのしたら逆にいいエンド行ったりするけど、まあ、一旦掴まない。逆張りしましょう。時間を取ってしまって申し訳ない。その、僕の勘違いだったんだと思う。ごめん。それはそれでちょっとなんかって感じですか。少しだけ罰の悪そうな表情を見せた。なんで？いえ。
私の方こそ初対面でいろいろと失礼なことを言ってしまいました。ごめんなさい。それじゃあ本当に時間がないので。そうだよね、ごめん。正直なところまだ彼女を返したくはなかった。聞きたいこと確認したいことは山ほどある。何よりまた会えるという保証なんてどこにもない。それでも今これ以上の追求は、まあそうだね、不快にさせる。この状態で連絡先も聞けないので罪です。就活頑張って。ありがとうございます。それじゃあさよなら。帰り際、トアが微笑んでくれた。その表情はほんの少しだけ刹那に似ている気がした。ん？今日も疲れた。あれ？まだ終わらない。今日も疲れたな。20時過ぎ、仕事が終わり帰り道を一人歩く。正直今日は仕事が全く手につかなかった。そりゃね、上司はおろか、引かれんなよ。後輩にさえ上の空だと注意される。お、引かれんなよ、そんなフラフラして。それもそのはずだ、1年待ち続けた彼女とウリフさんと。いやもうそうだよね、突然出会ってしまって、しかもなんかとんでもないムーブかまして、なんかどっか行っちゃったもんな。全部自分のせい。やっぱりあれは刹那だったんじゃないか。信号が青に変わるのを待ちながら今朝の出来事を思い出す。連絡先ぐらい聞いておけば。いや、あんなカレピですって言い出して、いきなり3サイズ聞いて、写真も残ってねえ、ライスも残ってねえ、何も証拠がない。無理だよ、連絡先聞いたら余計キモいぞ。街の明かりをぼんやりと眺めながら後悔を口にする僕の耳に、わっ、彼女の声が聞こえた気がした。驚いて横を見るとそこには、あら、またあなたですか。あれ、続きますこれ。やっぱりストーカーなんじゃないですか。え、これ牢獄エンド。就活終わりであろう彼女の姿があった。また会えるなんて偶然だね。本当に偶然ですか。めっちゃ警戒されてる。まさか待ち伏せしてたんじゃ。彼女に疑われ、僕は慌てて冠を振る。いや、ほんと偶然だから。ここ僕も帰り道だから。それにこんな寒い中待ち伏せなんてさすがにしないよ。それもそうですね、すみません、気のせいだろうか。今朝に比べるとあんまり元気。あら、うまくいかなかった就活で。もしかして就活うまくいむしろ怒らせようとしてるだろ。わあ、でもね、最初にカレピを選んだやつはこっち選んでもおかしくはないんだな。おこ、おこ、刹那おこ、え、今朝のことやっぱり怒ってるのかなって。よかった、この子ちょっと耳が悪いかもしれん。おこをちゃんと聞き取られてたらぶん殴られてたよ俺。言い直したもん、え、やっぱり怒ってんのかなって。私そもそも怒ってなんかいないですよ。どっちかというと驚いたというか。そうだよね、ほんとごめん、謝らないでください。え、これ正規ルート入っちゃった。事情はよくわかりませんけど、あなたが一生懸命なことは伝わりましたから。だからもう平気ですよ今は。それよりもへこんでいると言いますか。おお、自分から打ち明けてくれた。もしかして就活がうまくいっていないとか。はい、その通りです。そっか。いや、就活って難しいよな本当に。俺も最終面接で落とされたことだってあったし、なんか俺普通に就活の時に面接官と喧嘩したことあったもん。二次面接ぐらいで30分間ひたすら口論した。そんな今朝の、でもそんなことはしないよねこの子は多分。今朝の反省を踏まえ、彼女はできる限り普通に接することにしよう。僕はトアという一人の就活生と会話をしようと心に決めた。余計なお世話かもしれない。いやし、一旦刹那のこと忘れよう俺たちも。僕でよかったら相談に乗るよ。これでも一応社会人だし、まあ忙しそうだしね、割とやり手ではあると。お、え、彼女が驚いた表情で僕の顔を覗き込む。会ったばかりの相手にこんな提案をしたら、それこそナンパだと。うんね、それはそう。正直な話、就活を始めてから手応えのような全くなくて、けれど周りに相談できそうな年上の人もいない。お、よかったね。彼女の言葉にほっと胸を撫で下ろす。どうやら僕の提案は彼女に興奮し、あれ、ちょっと俺バッドエンド見に行ったつもりだったんだけど、あれ、カレピとおこって聞いてくるやついいの、トワちゃん。あ、そういえばお名前、あ、本当だ。彼女のことを刹那本人だと決め込んで話していたせいか、自分の話をすることをすっかり忘れていた。桜井明文。桜井さんですね。うん、出会って間もないから仕方がないとはいえ、刹那と同じ顔と声で名字呼ばれるの、なんかめっちゃ気持ち悪さありそうだよね。元カノの顔そっくりで、でも
全然違うし、だって絶対上の名前では呼ばれてなかったもんね。切ないさんじゃないわ桜井さんなんて呼ばれてなかったし、刹那は僕のことを最初から名前で呼んでいたし。あ、そうなんだ。え、何、あれ、うん、刹那ってどんな声してたっけ。え、刹那の姿が目の前の永遠と重なっていき、彼女の存在が不透明になっていく。桜井さん、え、ああ、うん、ごめん、考え事をしている場合じゃないな。人は声から忘れるっていう。ああ、刹那じゃなくて永遠だって思ったからどんどん忘れていってるとかなんかな。考え事をしている場合じゃないな。目の前の彼女は刹那本人ではないのかもしんない。それでも刹那と何かしら関わりのある人物である気がする。永遠と接点が作れるこのチャンスを逃すわけにはいかない。僕は思い切って彼女に提案をしてみる。連絡先交換しない？しませんか？てんてんてん。ふふ。え？彼女の反応が意外で僕は少し動揺する。嫌だった？そうじゃなくて、今朝ものすごい勢いで迫ってきたのには急にやけに慎重だなって。いや、まあ一旦冷静になったらね。最初は、だってそれはびっくりして、いろいろ気が動転するだろうけどさ。あの時はアドレナリンが飛ばそうだよね。そういうことだよね。まあ、一旦冷静になってみたら、しかも仕事終わってるからね、この主人公。もうヘトヘトよ。アドレナリンなんて出ない出ない。内装でいいですよね。彼女はスーツのポケットからスマホを取り出す。実はですね、スマホに視線を向けたままつぶやいた。はじめに桜井さんに声をかけられた時、この人は何の話してるんだろうって疑問あったんですけど、嫌悪感というか嫌だなって気持ちあんまなかったんですよね。いきなり声をかけられたのに。それってなんだか少し不思議ですよね。え、同一人物なのかな。どうなんだろう。永遠と刹那はどういう関係なんだろう。あれ、え、何、あ、椅子、え、はい、おー、びっくりした。もうなんかね、なんかあれ、永遠ちゃんの姿消えて、はい、へーへーってなった今。一瞬カフェで、一瞬じゃない、今日一瞬カフェでトアになんかアドバイスしてた気がするけど気のせいだった的なエンドかなって今一瞬思った。そうじゃないね。今日はカフェでトアに就活のアドバイスをする約束をしていたんだ。そう、そうです。俺は誰が何と言おうとトアと約束していました。空いてる席でどうぞ。ありがとうございます。この間すいません、なんか特に意識するでもなく僕の足はあの席へ向かっていた。席に座ると窓の外の様子をぼんやりと眺めながら来るのを待つ。来るかこれ本当に。ねえ、来ないかもしんない。来なくともだ。よし、気に考えてみれば昨日ばっかり家回そうだよね。ちょっと怪しさはあるよね。ほぼナンパじゃん。本当に余計なお世話だよな。はあ。カランコロン。え、来ない、来ない、まさか本当に来ない、そんなことがありますか。ごめんなさい。泣いてる。え、でも来たは来た。どうしたの、何、初めて会った。ああ、昔の記憶ね。この子が刹那か。これは刹那なんだ。初めて会った時の刹那は、いやでも俺分かんなかったもんな今。まるで子供のように叱られたような瞳に涙を止めていた。確かに顔そっくりだわ。今とはかなって思ったもん。刹那なんだこれは。君が食い逃げをしようとした子。ああ、そっかそっか、スタッフって言ってたもんね主人公が。おい、何食い逃げしようねお前。食い逃げだなんて、そんな人聞きの悪い。何？店長不在の職場でちょっとしたトラブルが起きていた。高校生ぐらいだろうか。目の前の彼女が支払いを済ませずに店を出ようとしたらしい。俺たまにあるけどなこれ。もらってから払うのよ。テイクアウトの時さ、牛丼持って帰ろうとして、すいませんすいませんってめっちゃ止められた時あったもん。ゆっくり俺、何も走る素振りもなく普通に食い逃げしようとしてた。そのまま持ち去って。目の前の彼女が支払いを済ませずに店を出ようとしたらしい。困り果てた同僚はバイト歴の長い僕に責任を、判断を任せたというわけだ。財布は？財布持ってないんかよお前。ほんで財布がないことにはいつ気がついたの？最初から知って食い逃げやないか。それを食い逃げって言うんだよ。最初から知ってたのにランチセット頼んだと。はい、美味しかったです可愛いから許す。ああ、ありがとう。じゃなくてな、食べた後支払いはどうするつもりだったの？食べ終わるまでは考えてませんでした。それを食い逃げというのでは？はっ！はめられた。牛丼尋問だよ、これ。確かに全然雰囲気違うね、こう考えると。とわちゃん、せつな、
まあ子供っぽいよな、刹那の方が圧倒的に。彼女は再び悲しげな表情でうなずく。うつむく？うなずく？え、どっちだった今。表情のコロコロ変わる子だな。でもまだここにいます。まあ逃げてませんよと。ん？逃げてないのね。一休さんかな？食い逃げではないです。まあそれはそうだね。でも逃げようとしたんだよな。実際に。出ようとしたことは確かなんだよな。うん。まあいいや。携帯で家族に連絡取れる？あ、持ってないんだ。持ってないです。あ、そう。困ったな。とはいえ、このまま返してしまうのは彼女のために良くない気がする。それはそうや。働いて帰れよ。とりあえず、この紙に住所と名前書いてもらえる？住所ある？ちゃんと。そしたら今日はもう帰っていいから。決めつけるにはまだ早いかもしれないが、彼女は嘘の連絡先や、連絡先を書いて、その場をやり過ごそうとするような子ではない気がしていた。彼女はしばらく考え込むと、紙に小さく文字を書き込んだ。刹那さん？それが何も書いてない。あ、名前を書いたのか。てんてんてん。困ったなぁ。食い逃げをしたのが、家族に知られるのはさすがに罰が悪いのだろうか。もしくは家族と連絡を取れない事情でもあるのか。例えば家出をしてきたとか。何にせよ難しい展開になってきたな。困り果ててると、ちょうどいいタイミングで店長が帰ってきてくれた。店長に事の顛末を説明し、そのまま彼女の応対を任せることにした。これが僕と刹那の初めての出会い。はぁ。いや、まあまだ全然わかんないなぁ。全然、ピンともこんな。桜井さん、あ、ごめんなさい。ちょっと俺記憶飛ばしがちなんで、すいません。瞑想長いんで、だいぶ。目開けるまですごく時間かかるんで、僕。すいません。こっちはトワだよね。気づくとトワが不安そうに僕の顔を覗き込んでいた。あ、ごめん。どうやら僕はトワを待つ間に眠ってしまっていたらしい。仕事の疲れが取れてないんじゃないですか？大丈夫ですか？いや、全然大丈夫。そんなことより今日はありがとうね。いえ、こちらこそありがとうございます。正直な話、今日は来てくれないんじゃないかと思った。どうしてですか？冷静に考えてみたら僕ってだいぶ怪しい。まあそうだね。確かに。でも約束しましたからね。約束はちゃんと守らなきゃ。まあでも1年、でも1年しか変わりないのか。あ？待って、わかんない。え？刹那高校生って言ってた？ 2 年前に出会ってんだよね。高卒で就活してるってことか、これ。あれ？わかんなくなってきた。約束はちゃんと守らなきゃ。きっと彼女は誠実で素直な性格なのだろう。それじゃあ早速始めようか。見た目が高校生みたいな話か。はい、よろしくお願いします。ドアはカバンからノートを取り出すと僕に差し出す。何これ。すごいな。めっちゃ研究してるか。現状面接を進めてる企業、業種、詳細な情報が丁寧にまとめられていた。これだけわかりやすく情報がまとめられて、ナンパ野郎の僕の対応も丁寧だったからきっと面接も問題ないだろうし。なんでうまくいかないんだ？ねえ。出る幕なんてないのでは？少しでも彼女の力になれないかとパラパラとノートをめくる。寿司丸総合職三次面接まで合格。朝日電機事務職二次面接まで合格。あ、それなりにいってんだ。次が結構なんもうまく全然めっちゃうまくいってますが。おー、すごいうまくいってるよ。あー、すごくうまくいっている。なんというか週か、なるほどね。そうだね、職種がバラバラだよ。とわちゃんダメです、これは。そうでしょうか。この中で第一志望はどこなの？でも就活ってそんなもんじゃね、結構バラバラに受けるよ。できるやつほどバラバラに受けとるわ。なんなら。どこ行っても受かるから。第一志望ですか。最終面接で喧嘩すんの？なるほど！だからうまくいかんのか。最終面接までは進むけども、絶対そこで喧嘩しちゃうんだ、この子は。そらうまくいかん。就職できるわけがない。とわが首を傾ける。かしげる。そのまましばらく黙り込んでしまった。考えがうまくまとまらない。まとまらない。しっくりくってこれぐらい。彼女からそんな雰囲気を感じ取れた。もしかしたら就活がうまくいかない理由って、トアさんはさ、自分のやりたいこととか夢ってないの？なんか、もし記憶がなくなってるんだったら、やりたいこととか夢とか探すのめっちゃ大変そうじゃない？
なんか就活の時ってさ、自分のこう自己分析とかなんだかんだみんなしたりするんよ。過去にこういうことがあって、こんな時になんかこう感情が揺れ動いたとか、こういうことをやってて楽しいみたいなのがあった上でこういう仕事をしたいみたいなのに行き着くからさ、就活うまくいかない理由って過去の記憶がないからとかなんじゃないの？やりたいこと。ああ。やべ。ああ、地雷踏んじゃった。彼女の瞳から光が消えかけていることに気づいた僕は、ちょ、みんな照明持ってきて。ライト、ライトいります。慌てて言葉を付け足した。言葉という名前のライトをね、難しく考えなくても大丈夫だよ。子供の頃になり、あ、ほらほら、おい、まずい、これはまずいかもしれない。子供の頃になりたかったとか、誰といる、何をしている自分が好きかとか、そういう話で十分だからさ、そこが抜けてんじゃないの、ぽっかり。ありきたりな話かもしれないけど、就職活動の第一歩は、自分が何をしたいのか、すなわち、お、ほら見て、同じこと言ってる俺と、さすが社会人の経験者。自分のことが分からなければ、膨大な数の職種から、自分に合った仕事を探すのは難しいことだろう。そうだよね。分からないです。え？子供の頃になりたかったものも、何をしている自分が好きかも、よく分かりません。淡々と話をする彼女の姿は痛々しくもあり、もしかしたら空っぽなのかもしれないと思った。え？記憶喪失なんかな？なんか違う気もするんだよね。これまで全部他人が決めてくれたから。手を取ってくれた人がいたのか。はい、これまで全部他人が決めてくれたから、考えたこともなかったです。自分が何になりたいかなんて。そうなんだ。はい、やっぱりこのままじゃ良くないですよね。うん、そうかもね。会社は新しく入る人のやる気や熱量を面接で見ている。そういう意味では彼女は他の就活生に比べると不利な状況になるかもしれない。あ、桜井さんの仕事の話を聞かせて。ああ、それはいいかもね。確かに。何の仕事やってんだい主人公。俺たちも聞きたいよ。今されているお仕事に対してどう思っているのか、どうやってその会社を選んだのか、参考に教えてほしいです。結構こう主人公にも俺感情移入したいタイプだからさ。深夜残業、急な依頼のキャンセル、ちょ、やめよっかこの話。聞きたくないです。しんどくなってきた。やめよう主人公、お前の気持ちはよくわかった。手元、やめよっか主人公。仕事と聞いて僕の脳裏に嫌なイメージがズキズキと浮かぶ。ダメだダメだ、これから社会人そうやね、社会人というものはもっとキラキラ輝いているものであるという嘘を植え付けるべきだ。僕はできるだけ本音を隠し、僕はできるだけ本音を隠して慎重に言葉を選んだ。雪城社って知ってる？わかります。県内で結構有名な出版社ですよね。そうそう。僕はそこで働いているんだけどさ。そうだったんですね。僕さ、子供の頃から本を読むのが好きで、どんな形であれ本に関わりのある仕事がしたいなって思ってたんだ。それで出版社に？うん。僕が思う出版社の一番の魅力は、誰かの門出に立ち会えるところかな。あー、取材するからみたいな話？トウが頭にハテナを浮かべたような表情をする。小説や漫画を書籍にするときにさ、漫画家さんや小説家さんの話をたくさん聞くんだよ。自分はこういう思いで作品を書いている。こんなものを世の中に出したいんだって、一生懸命語ってくれるんだよ。中には、なんて読むんだっけこれ。悪い印象を植え付けてあげたら、もしかしたらゲーム実況しだすかもしれない。あ、寡黙ね。この子ゲーム実況者に仕立てあげるか、頑張って。中には寡黙な人もいるんだけど、でも胸の中にはすんごい熱いものを持っていて、そういうさ、作り手の思いとか夢を聞くことができて、その夢を一緒に形にできるところが僕は好きで、彼女のために綺麗事を並べるつもりだった。でも、とわに説明をしている内容のすべてが、嘘偽りなく、そうだよね。まあ、いいところも悪いところもあるよねって話だよな。デメリットじゃなくて、いいところも教えようってだけの話で。ごめん、出版社で働いてるくせに、話にまとまりがないね。いえ、とても素敵だと思います。僕の話を聞いたとわがぽつりとつぶやいた。私も見つけられるのかな？自分のやりたいことになりたいもの。あ、また昔の回想かな？とわ。とはじゃないんだよ、これ。今目の前にいるのは。刹那だよね。ちょ、俺もなんか一瞬名前をね、忘れそうになるんだよ。どうしよっかな。よーし、決めた。
B ランチセットで。え？彼女は翌日も僕のバイト先に顔を出していた。食い逃げ犯がどうしてまたここに。む、食い逃げ犯じゃなくて刹那ね。食い逃げ飯か。食い逃げ飯じゃなくて刹那ね。まあ犯とも読めるけど、ちゃんと名前で呼んでよね。刹那はムスッとした表情のままパンケーキを口へ運ぶ。金持ってんのか。ほんで彼女の様子を微笑ましく見る店長。店長？店長前回お題どうしたの？なんなんだこの状況は。店長？僕は店長にそっと耳打ちをする。どうして今日もあの子がいるんですか？ん？ああ、実はあの後彼女のご家族と連絡が、あ、一応彼女はいるんだ。よかった。彼女だね。家族はいるんだ。もちろんその時にお金は払ってもらったんだけど。ほら、食い逃げ犯じゃなかったじゃん。決めつけよくないよ。結果的にはそうかもしんないけどさ。というかどうしてそんなに偉そうなんだよ。店長の声が大きすぎて普通に彼女に話が聞かれちゃってるし。それでね、聞いてよ桜井くん。彼女はうちのカフェのメニューが絶品で毎日でも食べたいくらいだからぜひうちで働きたいって言うんだ。あー、はいはいはい。僕それが嬉しくてさ。なるほど。桜井くん、刹那が不思議そうに首をかしげる。ああ、桜井ふ、秋文ね。僕の、秋文でいいんだよな、これ多分。僕の名前ね。桜なのに秋ってちょっと変だね。春夏秋冬の全部の名前が入ってる人とかいないのかな？ワンチャン探せばいそうだけど。言われてみれば。まあ、そういうことだからさ。店長が僕の肩をポンと叩く。教えてやれと？彼女、今日からうちで働くことになったからさ。いろいろ教えてあげてよ。なぜ僕が。だって桜井くん一番刹那ちゃんと年が近いから。主人公これいくつなんだ今。え、彼女高校生ですよね。あ、いや全然高校、ん、高校生じゃないのか。高校生に見えるってだけか。いや彼女二十歳だよ。え、この子僕と二つしか違わない。あ、これ主人公だった。この子僕と二つしか違わないのか。言動があまりにも幼いからてっきり高校生かと。いや、いるぞこんな大学生普通に。クレーンゲームで泣く女もいるし。うわー、すんごい失礼な人がいる。店長、この人か。権力強いな。よし、俺が働こう代わりに。帰れ主人公。刹那がムスッとした表情でとんでもないことを口にする。ま、そういうことだからさ、これからよろしくね、ふみくん。うわぁ、思い出が。え、なに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 、え、消えちゃった。ああ、まただ。とあと出会ってから刹那との日々を思い返すことが多くなった気がする。つい先ほどまで僕は彼女に就活のアドバイスをしていた。僕がとあと会うのはこれで7度目。結構会ってんだね。かなり日が進んでたんだね。彼女も僕のことを頼りにしているのか。この数日で僕らの距離はぐっと近づいた気がする。近づけば近づくほど刹那のことを忘れていってるみたいな感じなのかな。これはいいことなんだろうか。実際に忘れてるかどうかわかんないけど、間接的にはそうだよね。刹那からトアに変わっていってるってことなんだろう。もしトアが本当にただ刹那に似ているだけの、え、そうだよね、彼女と全く何ら関わりのない女の子だったら、そういうことよね。トワを刹那の代わりにしようとしているのではないか。ダメだ、僕は少し疲れてるのかもしれない。今日は早めに寝よう。僕はそのままカフェを後にした。え、むずい。これ現実で自分がこうなったらどうするだろうな。え、でもかわい、お前何家に案内しとんねー。あー、刹那だった。じゃあいい、過去は許す。部屋に入ってからの刹那は終始落ち着かない様子で、リビングでペタリと座り込んだままキョロキョロと周りを見回している。刹那でもさすがに異性の部屋は緊張すんのかな。ない。何が？エッチな本がどこにも見当たらない。ようやく口を開いたかと思えばこれだ。どうやら刹那はどこまでも刹那のようだ。持ってないよ。今は電子化が進んでるしね。確かに実際今持ってるやつ全然いねえんだろうな。ちなみに俺も持ってない。電子化は持ってるけど、とはさすがに言わないでおくか。一冊も？にわかには信じがたい。探せ探せ。壁の中に埋まってるかもしれない。ひっぺがせ。何に期待してんだよ。えへへ。彼女を部屋に呼ぶのはこの日が初めてだった。もう付き合ってるのかこれ。緊張と期待からか何を話したのかはっきり思い出せないけど、ふみくんと知り合ってからもう1年くらいになるのかな。
待って、時系列がさ、彼女と2年前に出会ったって言ってたよね。で、1年前にいなくなったって言ってたよね。ソロボチいなくなるってこと？時系列的にそろそろ。今考えてみれば、この頃から彼女は僕の知らないところで悩んでいたのかもしれない。ふみくんは変わったよね。そうかな。そうだよ。当時の僕は仕事を始めて、あー、そっか、もう就活も終わって主人公は仕事してんだ。変わるよ、社会人になったら人は。変わらざるを得んからね。あんまり遊んでくれないと、それは我慢しろ。刹那との時間を確保することが難しくなっていた。あ、でも初めて部屋に呼んだんだ。彼女は相変わらずカフェでバイトを続けていて、ごめん。あ、違うんだよ。怒ってないないない。内外行為な。ふみくんが出版の仕事を楽しそうに話してるのを見ると、自分も嬉しくなるからさ。いい意味で変わったなって。ずっとやりたい仕事だって言ってたもんね。はじめは覚えることだらけで、叱られることも多くて大変だった。刹那は変わらないよな。そう？そうだよ。何をするにも子供みたいに目をキラキラさせてさ。4、5回見た映画も初めて見るみたいなリアクションで。いやー、それほどでも。ん？バカにされてる？なんだこのイチャイチャー！主人公消すボタンとかないのこれ。刹那は当たり前のことを当たり前だとは言わずに、毎日を全力で楽しめるような女の子だった。そんな刹那の前向きさが僕の考え方を変えてくれた。大変なことがあっても刺激のある充実した日々を過ごしていると思えた。刹那はさ、これから先も今のバイトを続けるつもりなの？どうだろう。今アパートの家賃家族にほとんど払ってもらっててさ、ほらうちのバイトって安月給だから足りなくて、ほらあはは、あんまり家族に迷惑かけられないからな。貧乏なのかな。ちゃんと就職して自立しないとだね。そっか。あのさ、もし刹那が良かったらなんだけどさ、僕らまだ付き合って1年、あ、ちゃんと付き合って1年経ってんだ。でも初めて家に呼んだんだ。だいぶ主人公あれだね。まあええか、この話は。僕らまだ付き合って1年だし、就活して間もないから気が早いって思うかもしんないけど、結婚する？ん？一緒に住むか。就活してお金を稼ぐようになったら一緒に住もう。彼女に使えようと思っていた。はいはいはい、ここで一緒に暮らさないか？てんてんてん。彼女は自分の過去や家族のことを話したがらなかった。確かに。え、でも、店長は一応家族には連絡取れてるんだよね。本当に家族なんかな、それでも。僕もできるだけ触れないようにしてきた。でもいつかは話してくれると信じている。これから先、共に過ごしていくうちに、少しでも彼女の抱えるものを一緒に背負っていきたい。大丈夫なのかな？え？刹那は不安そうに表情を浮かべていた。ふみくんが思っているような子じゃないかもしんないよ。それはつまり？実は料理ができたり、プラス思考！礼儀正しかったりするってこと？彼女のせいでどんどんプラス思考になっていく。ひどい！料理の下手のは礼儀知らずだと思われている！でも事実、ふみくんに対してさ、嘘だってついてるかもしれないし、嘘をついてる時のあれやん、それは。すっごいずるいこと悪いことたくさんしてるかもしてる時のそれやん、それは。この文章は。食い逃げとか？茶化すの禁止。すいません、謝ってみんな。茶化さないで。ダメでしょ、真剣な話をしてんのに。ごめんごめん。でも、それでもいいかな。理由聞かれると困ってしまうけれど、悪いところもずるいところも、それを含めて刹那だというのなら、僕はそれでもいいと思う。そっか。ふみくんはそこまでして同棲したいわけだ。しょうがないなぁ、まったく。照れ笑いが見られただけでも、勇気を出して提案してよかったと思う。それじゃ、同棲記念日ということで、
念のためね。何が？入ろっか。思わぬ提案に動揺する僕を見て、せつなが子供にみたいにいたずらっぽく笑った。やっと勝てた。何の勝負してたんだよ。なるほど。まったく。あ、こっちはトアか。これは待って、これなんかだんだん分かんなくなっていくな。過去のあれを見てんのか現実の方を見てんのか、次第にこれ分からんくならん。見た目一緒なんだろ。自分が接してんのがトアなのかセツナなのか分からんくなってこん。これあれ、せつな？あ、夢か。おい、ピンポン鳴ったぞ。明かりも消さずにベッドに寝てしまっていたらしい。手探りスマホを、新しい言葉が出来上がってる。手探りスマホ。探し出すと、時刻を確認する。24時？え、ピンポン鳴ったよね、今。鳴ったよな。こんな時間に来客？ごっちゃになってるかもしんない。こうわ、こんな時間に。おい、開けんな、ドアを、いきなり。え、待って、怖いんだけど。え？するとそこには、予期せぬ来客の姿があった。とは、だな。濡れてるな、雨に。多分。あれ？気のせい？なんか濡れてない？どうしたの？なんか飲む？いえ、お構いなく。トアが僕の部屋で座っている。彼女は不安そうな表情で僕を見つめたままちょこんと正座をしている。その仕草が先ほどまでの夢の内容と対比され、刹那との違いがより鮮明になる。足崩して大丈夫だからね。お気遣いありがとうございます。でもその姿勢の方が楽なので。そう、やっぱり私帰った方。なんで来たんだ。今24時だよねこれ。いや、さすがにこんな時間に。なんで家知ってんだ、そもそも。教えてたのか。え、付き合ってないよな、お前ら。え、それに泊まるところがないんでしょ。それはそうなんですけど。トアの話によると、今日は大手企業の二次面接があった。そこで面接官に気に入られ、23時まで飲みに付き合わされていたらしい。え、もう泣いてやそれはトアちゃん泣いてや。もう企業側終わってるって。終電なくなるまで付き合わされてんの。慌てて予約していたビジネスホテルに向かうも、なんかの手違いで部屋がうまく取れていなかった。あら、まあ、終電を逃し途方に暮れて歩いていたところ、偶然にもこのアパートにたどり着いた。なるほどね。どうしてトアが僕の住むアパートの場所を知っているんだ。あれ、教えてもなかったんだ、部屋番号まで。誰かに聞いたのか、もしくはやはり彼女は。ごめんなさい、やっぱり帰ります。難しそうな表情をする僕を見たトアがその場を立ち上がろうとする。ごめん、困ってはないから、ちょっと考え事してただけで。そうですか。うん、まあとにかくさ、もう少しリラックスしてくれていいよ。ありがとうございます。でもそのなんかでもそのなかなか難しいかもしれないです。リラックスが。男性のお部屋にお邪魔するのはこれが初めてなので。なんということだ。僕のリラックスした気持ちが吹き飛んでしまった。でも待て、いやでも、いやまあ、いや、うん、そういえば桜井さんは仕事、え、今主人公はどっちで吹き飛んだの。記憶、緊張、眠気が。刹那かもしれない子が初めてっていうので記憶が、あ、やっぱりっていうあれなのか、あ、やっぱ違う子なんだっていうそれなのか、やべえ、初めて男の部屋に来た女の子が目の前にいるんだのか、どれ。桜井さんは仕事でこちらに来られたんですか。トアが気まずい雰囲気を変えようと話題を振ってくれている。ううん、子供の頃からずっとこの辺りに住んでるよ。今は一人暮らしをしているけど、実家がものすごい近いからさ、たまに両親が顔を出しに来たりするんだ。トアがうんうんと相槌を打つ。トアさんは？トアさんって言ってんだ。私も県内ですよ。ここからだと電車で30分ぐらい。ほう。家はちゃんとあるんだね。へえ、そういえば、トアさんって兄弟はいるんだっけ？いますよ。妹が一人。妹？妹？
私が就活中で面倒を見てあげられないので今は親戚の家に預けています。預けていると言ってももう19なんですけどね。妹。僕のつぶやきを聞いた彼女は言葉を付け足す。私の両親亡くなっちゃってるんです。父は私が幼い頃に、母は2年ほど前に病気で。ほう、そうだったんだ。トワは自分の胸の内を話し始めた。僕は彼女の話を黙って聞くことにした。彼女がそれを望んでいる気がした。刹那のに家族関係ってどんな感じだったんだろうね。でも主人公が反応しないってことはちょっと違うのかな。母はとても教育熱心な人でした。一応、記憶は全然あるんだ、昔の。父が亡くなってお金もないはずなのに、私にいろいろな習い事をさせてくれました。私も母の期待に応えようと必死でした。そう、2年前ってさ、母親？意味がでもわからんくない？ 2 年前に母が亡くなった。私は母が作ったものを食べて、母が勧めた学校に通って、母に認められた人だと、人とだけ関わりを持ちました。うん。母は私に対して厳しかったのですが、対照的に妹に対しては、放任的で、ああ、これ結構あるよね。兄弟姉妹あるある。まあ、逆パターンもあるけどね。姉がすごい放任的だったの反動で妹とか、その次に生まれた子に厳しくとかね。逆もしかりで。これ結構あるあるだよな。妹からすればそれがとても気楽だったみたいで、妹は私に全てを背負わせてしまったことを気にしているようですが、当時の私には辛いなとか嫌だなって感じは全くありませんでした。それが当たり前だったから、私の全ては母で形成されていたんです。でもその母が亡くなってしまって、ようやく気がついたんです。自分に何も残っていないことに。父親は幼い頃に亡くなって、もう一応一旦整理ね。父親は幼い頃に亡くなって、母親がずっと育ててくれたんだ。母の言うことばっか聞いてきたんだ。で、母親が亡くなった時に、自分なんもないなってなったんだよね。今までずっと言われた通りに生きてきたから、なんも残ってないことに気がついたと。あ、ごめんなさい。こんな暗い話して。落ち込む彼女の姿を見て、僕は仕事が辛くて逃げ出したくなった時に、支えてくれる人たちの顔を思い浮かべた。トワさんは、お母さんのことが大好きだったんだね。え？トワが驚いた表情で僕を見つめる。好きじゃなかったらさ、そんなに頑張れないよ。君は好きなことを一生懸命やってきたんだよ。それはちゃんと残ってると思う。なるほどね。そうかもしれないです。過ぎた時間は戻っては来ないから、今までのことが全て無駄だったなんて彼女に思ってほしくない。自分が刹那に出会い変わったように、自分の言葉がトワの考え方を変えるきっかけになればいいと思った。だからさ、新しく好きなことが見つかればきっとまた頑張れるんだと思う。これ大丈夫？主人公のことを好きになったりせん？このまんまやと。僕の言葉を聞いた彼女の表情が少しだけ和らいだ気がした。不思議です。桜井さんにそう言われると頑張れる気がする。そっか。ああ、あとは、素直に嬉しかったかな。嬉しいですか？うん。トワさんのことが知れて。相手のことを知るとさ、その人の人生も自分の一部になったみたいで、相手のこと知るって結構大事だよね。いろんなことに関しても。聞き上手はいいけどさ、ちゃんとみんなも自分のこと喋った方がいいぜ。一緒に生きてるって感じがするというか。彼女は、刹那は自分のことあんまり話してくれなかったから、刹那のこと言った。あ、そっか、でも最初に言ったもんね。刹那だよな、つって。あ、でもそっか、刹那は自分のこと全然話してくれなかったんだ。え、なんで話してくんなかったんだろうね。この子はめっちゃ喋ってくれるじゃん。昔の女ってなってる。私を部屋に入れておいて別の女の子の昔話するなんて。最低ですね。いやでも、顔も似てた。おっぱいも大きかった。言われてみれば結構失礼かもしれない。でも似てたから、
冗談ですよ。ありがとうございます。お話聞いてくれて。よし、とりあえず一緒におる。逮捕しろ、警察呼んでこい。バーと出会い、就活のアドバイスをするようになってから2ヶ月が過ぎようとしていた。よく考えろ、昔の刹那と主人公は1年付き合った上で初めて家に呼んだんだぞ。ほんでそっから初めて一緒に風呂入ろうかやねん。この頃はまだその段階には行ってないけど、まあでも2人も大人になってるしな。もしかしたら可能性はあったかもしれん。これ選択肢誤らずに言ってたらお風呂入ろっかルートもあったってこと。やり直すこれ。いやでもやり直せないんだよな俺、今もうこんなになっちゃってるから。とあと出会い、就活のアドバイスをするようになってから2ヶ月が過ぎようとしていた。僕は彼女に呼び出され、駅近くの通りを一人歩いていた。大丈夫かな。とあは先日小さな会社の事務職の内定をもらった。おお、おめでとうございます。けれど自分の本当にやりたいことなのか、このまま就職して良いものか、まだ決めかねているようだ。僕は彼女の力になれていることが素直に嬉しかった。きっとこの気持ちなんだよな。とあと一緒にいると、働き始めた頃の自分に戻れたような気がして、それが僕には少し心地よかった。桜井さん、こっちですよ。これはでもいい、山でもいいか。いや、昔の恋を忘れるには新しい恋ですよ、やっぱり。トワが僕に手を振りながら近づいてくる。その姿は初めて会った時とはまるで別人で、警戒心がなく、随分と信用されたんだな、そういうことだよね。風景は一緒だ。僕らは二人並んで歩き始める。就活順調？桜井さんのおかげで。僕は何もしてないよ。そんなことないです。前にもお話ししましたけど、私就職のことを相談できる相手が周りにいなくて言ってたね。だから本当に助かってるんですよ。か、はい、てんてんてん。なんかトワからしたらね、これがもし就職が終わってしまったら主人公との関係が切れちゃうもんな。彼女が突然呼び出した理由を僕はなかなか聞き出せずにいた。話を聞いてしまったら何かが大きく変わってしまう気がしたから。それが自分の知りたかったことかもしれないのに、不思議と自ら話を切り出そうという気持ちにはなれなかった。人混みの少ない路地に入ったところで、ドアが小さく身震いした。寒い？少し寒くなってきましたね。雪も降ったら。コートとか着てないの？彼女は手に持った、ああ、持ってたわ。コートを羽織ると僕の方を向く。そしてそのまま？主人公クソイケメンやないか、おい。そら一緒に風呂も入れるわ。僕の胸へ飛び込んできた。人肌の温かさが全身を駆け巡る。どうした？彼女は黙ったまま僕の胸に顔をうずめていた。どれくらいそうしていたのだろう。しばらくの沈黙の後にゆっくりと口を開いた。伝えなきゃいけないことがあります。私、大学2年生の冬から1年間休学してた。それって母が亡くなってすぐに。休学届を出していたみたいなんですけど、身に覚えがなくて。うん。覚えがないってどういうこと？母が亡くなってからの1年間、自分の行動が思い出せない。その行動の期間が、刹那だったってこと？何を考えて、ちょっとなんか時系列がわかんねえな。どこで過ごしていたのか。私には当時の記憶が一切ないんです。記憶喪失ってこと？はい。原因は母を亡くしたことへのショックからだと思います。記憶にない空白の1年。その時間が意味するものは、母は私の全てでした。その母がいなくなって私の心は壊れてしまったんだと思います。食事も全然喉を通らなくなってしまって、私の意識はそこで完全に途絶えてしまいました。もうこのままじゃダメだって時に、誰かが私に声をかけてくれた気がするんです。大丈夫だよって。彼女はダメになった私の代わりに一生懸命生きようとしてくれた。咲き込んだ私の体に宿ったもう一つの人格、それが刹那さんだと思います。まあでも割とあるよね、その多重人格の人とかってさ、自分が壊れないようにするために代わりに人格を作り出すみたいな話じゃん。
母が亡くなって刹那になって食い逃げ犯やらかして1年間主人公と一緒に過ごす付き合うその1年間でそのトマちゃんの心が回復したから刹那が消えたみたいな話なのかな。あーでもそっか、刹那家族、いや家族いるんだよ。刹那は家族いたよ。そう、店長と連絡した時家族いたじゃん。その家族って妹のこと、親戚に預けてるって言ってたもんね。まあまあでもちょっと話聞いてみてわからんか。そうか、だからトアは僕の住むアパートを知っていたんだ。刹那として過ごしていた頃の記憶がほんのりわずかに残っていたんだろう。黙っていてごめんなさい。でも怖かったんです。私が知らない人が私のことを知っていることが。あー、その人がいい人なのか、どんな関わりを持っていたのか、そうだね、わかんないから事故や強いショックで記憶を失ってしまう。その結果全く別人のようになってしまった。ドラマや漫画で聞いたことあるけれど、彼女がそうだったなんて。だからそのとは僕の胸に顔をうずめたまま何を言おうとしたのか僕には分からなかった。刹那はトアが精神的にショックを受けたことで生まれた別人格だった。ああ、じゃあもう刹那と出会った時には母親は亡くなってたんだ。店長が連絡した家族っていうのはその妹ちゃんとか、その妹ちゃんとかの親戚とかの話になってくるのかな。1年というトアの心が安定するまでの間だけ。ああ、そういうことだよね。だから安定したから刹那が消えたんだ。要は偽物の感情に過ぎない。トアが元気でいるということは、刹那にはもう二度と会えないということで、そうだよね。もしかしたら彼女は、最初から全部分かっていたのかもしれない。そういうことだよね。最後に電話してきて、っていうのもそういうことだよね。だから写真、ああ、そういうことだよね。写真撮りたがらなかったのではないだろうか。刹那という存在がこの世界に残らないように。トアに戻るとき、足かせにならないように。桜井さん、トアが不安そうな表情でこちらを見ていることに気づき、僕はハッとする。小さく深呼吸すると再び口を開いた。一人でいると不安でどうしようもなくなる時があるんです。でも桜井さんといると心が落ち着いてとても安心するんです。そばにいてくれたら自分のやりたいことが見つけられる気がするんです。めちゃくちゃ人に依存やね、トアちゃん。母親の時もそうだったけど。だから、いや、そうじゃなくて、私は桜井さんのことが。待って。無意識にトアの言葉を遮ったことに僕は自分で驚いた。君が僕と一緒にいると安心するのは、もしかしたらその、名残というか勘違いというかってこと？刹那として僕と過ごした日々が記憶の底に残っているからではないだろうか。私だって、そんなにバカじゃないです。そのくらい自分でも分かってます。この町に来たことは偶然じゃない。刹那さんのあなたに会いたいって気持ちが巡り合わせたんだと思います。だからあのカフェにも行ったと。出会いって人それだと思うんです。人それぞれだと思うんです。学校が同じだとか、飲み会でとか。きっかけもですよ。たまたま二人っきりになった時に優しさに気づいたからとか。不安な時に支えてくれたからとか。まあ、それはそうだね。人それぞれだね。私と桜井さんの出会いが、好きになったきっかけが、刹那さんがいたからとかっていうのはそんなにいけないことでしょうか。全部わかってます。分かった上で、それでも私は今ここにいて、それは刹那さんでも他の誰でもない、私が自分の意思で決めたことだから。だから私はあなたのことが好きです。私と付き合ってください。僕の服をつかむ彼女の力が一層強くなる。緊張からか、その華奢な体は小さく震えていた。僕は、さあ、どうする？本当だよね？そもそも、本当に刹那なん？っていうところが俺の中であるんだけど。まあ、一旦、バットから見に行くか。こればっかりは。すまん。刹那ごめん。刹那じゃないとわちゃんごめん。もうほら、もう俺が心が刹那になってるもん、今。寄ってる刹那の方に。
僕は彼女を抱きしめたくなる衝動を何とか抑えると口を開いた。全部話してくれてありがとう。ごめん。トアはうつむいたまま僕の次の言葉を奪っていた。僕は刹那のことが好きなんだ。そんなに違いますか？私と刹那さん。まあ違ったよね、確かに。うん。君と話していくうちに記憶の中の彼女の存在が刹那との思い出が過去になってしまいそうで、僕は最初そのことがすごく怖かったんだ。でもそんなことは全然なかった。君は家族をとても大事にしていて、ストーカーまがいの僕にさえ優しくして、自分のなりたいものを探すのに一生懸命で、会って間もないけどわかるよ、父さんはそういう人なんだろうって。刹那とは違うのか。君の体は間違いなく君のもので、君が本物なんだと思う。僕は君の偽物を好きになったんだね。ひどい言い方だな。なんか君の偽物、君の偽物に恋をするだっけ、タイトル。なるほどね。子供の頃は雪が好きだったのに、いつの間にか冬が来るのが、まあ、あるね。俺今はマジでそうだわ。出版の仕事は憧れて自分のやりたいことだった。嫌な部分が見えるようになってから仕事は仕事でしかなくなってしまった。これあるよな、そういうもんだよな、仕事って。変わらないものなんてないと思っていた。でも、刹那への思いだけは変わらなかった。僕は多分、これから先もずっと彼女のことが好きなんだと思う。何ですか、それ。とは僕の胸に顔を埋めたままくすりと笑った。自分の彼女のことを偽物呼ばわりするし、自分から私のことをナンパしてきたくせに嬉しい。すいません。風呂にも入ろうって思ってました、一緒に。最低ですね。すいません。本当、すいません。私はあなたのことが嫌いになりました。だから、あなたとはもう二度と会いません。さようなら。彼女は僕のそばを離れると、くるりと背を向け歩き出す。僕は彼女の姿が見えなくなるまでその場で立ちすくんでいた。これ以上一緒にいることはお互いにとって良くないから、自分から別れを切り出してくれたんだよな。そういう不器用な優しさが彼女らしくて、やっぱり彼女はトアという一人の女の子なんだと思う。そんな当たり前のことに改めて気づかされた。君の偽物に恋をする。え、タイトルなんだけど。わあ、しっかり偽物に恋してた。え、でもまだわかんない。これ何エンド、これ何エンドだ。え、何エンド。ちゃんと偽物に恋してたよ。タイトルのエンディングだったよ、なんなら。これ、ワンチャントゥルーやね。きっかけなんて、あれ？最初からになった、これ。バイト、あ、違う。きっかけなんてものはなかった。バイト先から帰宅する途中、ショーウィンドウに映る自分の姿をぼんやりと眺めながら、今日が自分が自分でいられる最後の日であることを。あ、刹那側視点か！本能的に悟ってしまった。ショックではなかった。いつかこの日が、訪れることは分かっていたから。それでも残りの時間を考えると、焦る気持ちを抑えることはできなかった。最後に彼に会いたいと思った。こんなことならスマホを持っておけばよかった。小さな後悔を胸にひたすら走る。これあれか、間に合わなかったから電話したんかな。アパート近くの公園に巡り着く頃には息切れもひどく、雪だというのに額から汗は溢れてくる。見てくれも気にせず電話ボックスへ入ると、震える手で彼のスマホの番号を押す。もしもし？
焦りと不信感の混じったような彼の声。いや、びっくりするよな。しかも急に公衆電話からの電話だもんね。刹那、彼の声を聞いて安心してしまったのか。それ以上言葉が続かない。珍しいね、電話かけてくるなんて。どうしたの？ていうかごめん、今忙しくてさ。仕事がね。うわー、もうこれ最後な。出張で地方へ出ている彼は仕事が忙しいせいか少しだけ声を荒げて喋る。それでも声が聞けただけで嬉しかった。最後くらいわがままを言っても許されるだろうか。今から会えないかな。なんて返事すんのこれ。え、今から？彼の驚いた声が聞こえる。急に言われてもな。ほら、今仕事で出張に出てんだろ。すぐに帰るにしても 2,3 時間かかりそうだし。明日じゃダメかな。明日じゃダメなんだよ。明日。今日という日は自分にとっては最後の日でも。あ、バイトだったっけ。ううん、明日で大丈夫。彼にとってはなんてことのない一日で。そうだよね。それが少しだけ寂しかった。急にごめんね、仕事頑張って。泣きじゃくりそうな声でな。最後に彼に迷惑をかけたくないと思った。それじゃあね、バイバイ。あ、もうバイバイ最後か。もう本当にバイバイなんだこれで。彼の返答を聞くより先に通話を切る。家に帰ったら荷物を整理してこの街から出ていこう。彼との思い出も全て処分してしまおう。明日の自分が彼の存在に気づかないように。明日の自分に彼が恋をしないように。我ながらひどいやつだな。彼に本当のことを言わなくてよかった。言葉にしたらもっと泣いてしまっていたから。もう二度と会うことのできない大好きな人との日々を思い返しながら、いつまでも受話器を握りしめていた。おつるーや。明日の自分に彼が恋をしないようにっていうセリフから、主人公が刹那以外の誰かに恋をするのが嫌だっていう嫉妬心から姿を消したんだろうか。君の偽物に恋をする。いやでもそうだよね、なんかそんな気はちょっとしてたな。刹那からしたらこの永遠と主人公の結ばれないエンドが一番望んでた形だもんな。そう考えると確かにこれがトゥルーエンドだよね。いやでもこれがトゥルーなんだ。ちょっと続きからやらして。え、どっからやり直す？お風呂にする？お風呂にする？それともお風呂にする？トゥルー見ました。あとあと4分の3バットです。まあでもトゥルーな理由はまあまあちょっとわからんでもないもんな。刹那からしたらこれが望んだ結果でもあるしな。いやでもとは救われないよな。いやわかんないよな。なんか他のエンド見てみないとマジわからんくない？こればっかりは。バッド3連ちゃん頑張って引きに行きたい。ノーマルは最後にみたいです。そう、これが真実なわけやん。なんで刹那がいなくなったのかとかの。だからトゥルーっていうのはそういうことでしょ。全部わかん、ちょっと一回風呂で、いや待って、人違いからやり直しか。これどっちかというと証拠を見せてくれでやらかしたからそんなはずはないにしてみるか。はい、一緒じゃない？これでも人違いなはずないじゃないか。どうせ僕をからかっているんだろ。わけがわかりません。
どうして他人のふりをするんだ。何か後ろめたいことでもあるんじゃないか。まさか他の、うわ、他に男ができたのか。ちょっと勝手に話を進めないで。そう主人公、そうなんだな。それで僕の前から姿を消したんだな。興奮する僕の耳にはもはや彼女の声は届いていなかった。騒がないでくださいよ、周りに迷惑ですよ。迷惑だぞ。よくもそんなことが言えるな。ああ終わりだ。もう分かりやすくバッドエンドだこれは。僕は興奮したまま彼女につかみかかろうとすると、店長、その時周りにいた数人の男性客が僕の腕を掴んだ。なんだお前ら、お前らもこのダメだ、このルートの主人公はマジで良くない。恋は人を変えます。最低ですね。そのまま僕は警察へまさかの警察エンド。そして僕が彼女と会うことは二度となかった。おう、よかった、正解や。待って、これ掴んなんか強気に行くタク全部バッド行くくね、これこれ全部バッド行くくね。ちょっと待てよ、もう少し話そうね。お、彼女は焦ったような表情でこちらを見返してくる。いきなり触らないでください、あなたと話すことはもうありませんから。せつな、そんなこと言わないでさ、せつなって誰ですかってなるよね。私はせつなって人じゃないって。そうだ、思い出話しよう、思い出話は。僕は彼女をつなぎ止めたい一心で苦し紛れに会話を続ける。初めてのデートで水族館に行った時にさ、あーこれはダメなやつだ、ナンパや。確かに刹那、マグロが泳ぐの見て中トロだって言ってさ、僕それがおかしくて、あの私時間がないって話しましたよね、ごめんなさい、もう行きますね。ああ彼女は身なりを整えると席を立った。待ってよ、まだ話が。慌てた僕は彼女の腕を掴もうとすると、けれど僕の伸ばした手は誤って彼女の鎖骨あたりに触れてしまった。やばい、痴漢だ。あ、ごめん。あ、驚いて彼女の方を見ると、トワは目に涙を浮かべながら怒っていた。そしてようやく僕が彼女にビンタされたという理解にした。いやセクハラ、ああ最低、ああもう少し冷静、その後、警察の後はセクハラエンド、ブルーの後とは思えんエンドたち。俺綺麗に選択肢正解の方引いてたんやね、ずっと即死を回避してたらしい。すごくない逆に。じゃあもうあれだわ、ここしか選択肢の変更点ないわ。抱きしめますか。とは受け入れましょう。僕は震える彼女の体を力いっぱい抱き返した。衝動的な行動に自分自身で驚く。頭の中では自問自答が繰り返されている。僕はどうして今彼女を抱きしめたんだろう。それは、どっちです、これ。片方がバッドか。いやでも主人公絶対刹那のことが好きだもんな、これ。ここまで見てた感じさ、トゥルー、うんぬん抜きにしても絶対こっちが好きだったもんね。刹那のことが好きだから。主人公になりきって選択していきましょう。そうそう、それでね、お、付き合ったのかい。前にアキ君と二人で行ったカフェに一人で顔出してみようとしたんだけどさ、その日運悪く大雪で私の腰ぐらいまで雪が積もっててさ、カフェまでの道が塞がっちゃってたの。この辺りじゃよくあることなのかな。トアの告白から数ヶ月が経過したある日、僕は彼女を自宅に招いていた。付き合うようになってから彼女が部屋に入るのはこれが初めてだった。諦めて帰ろうかなと思ったらね、クマさんみたいな大きいおじさんが後ろから現れて、雪を傷つけ、それはね、もう多分とはクマだよ、それは。
それでっかいおじさんじゃないとは、それクマ。人の力してないよそれ。これはチャンスだと思ってクマさんの後ろくっついてたら無事にカフェに入れたんだよ。クマもカフェ入ってったんかな、おかしいよね。あはは。とわは緊張しているのか少しだけ早口で、時折チラチラとこちらの顔色を伺っている。これお風呂エンド最高やん。アキ君、私の話面白くないかな。フミ君って呼ばれてたっけ、刹那からは。なんか複雑だな。アキ君なんだ、とわからは。うん、そんなことないよ。まあでも一緒に呼ばれる方がちょっと複雑か。僕はこの数ヶ月ずっと考えてきたことをとわに伝えようと思っていた。刹那が好きだっていうの？そのせいで少し上の空になってしまっていたらしい。スマホで時刻を確認すると21時を過ぎようとしていた。あのさ。はい。とわが緊張したような声で返事をする。その瞳は何かを期待するようにゆらゆらと揺れ動いていた。そろそろ帰る？え？そりゃね、そうだよね。ああ、ごめん、そうだよね。帰らなきゃだね。送っていくよ。うん、ありがとう。とわは少しだけ肩を落とすと立ち上がる。そのまま僕に背を向けると、コートに袖を通しながら声をかける。アキ君はさ、今でもその、僕は彼女の背中にそっと近づく。そして、はぁ！え？彼女の後頭部を鈍器で思いっきり殴った。鈍いうめき声と人が倒れる音が耳に響く。トワはうつ伏せたまま苦しそうな声を漏らす。トワ？トワ？僕はトワの声、名前を呼ぶ。一体なんで？彼女は頭を抱えたままか細い声を出す。僕は彼女の腕を引き立ち上がらせると、そのまま彼女の体を壁に押し付けた。おかしいな。トワから聞いた話では、母を失った、すなわち強いショックによって、刹那という人格が生まれたという、力加減を間違えたかな。トワは怯えた表情で僕を見ていた。体はガクガクと震え、とても恋人に向けるような態度ではなかった。そして、私のこと好きだって、いや、刹那が好きだったんだもんな。どうしてって。やだな。僕は君のことを本気で好きになったと思ったのか。トワと付き合うようになってから、いろんなところに遊びに行った。そのすべてが、刹那との思い出の場所だった。僕さ、これでも結構我慢してたんだよ。でもどこへ行っても記憶はちっとも戻らない。ああ、戻そうとして行ってたってこと？それならもうこうするしかないじゃないか。本当は僕だって嫌だよ。刹那の体を傷つけたくないからね。私と付き合ったのはそのため？トワが瞳に涙を浮かべながら叫んだ。私のこと好きじゃなかったってこと？うるさいなぁ。チュッてしろよもう。この口うるさいな、チュッてしろ。それでハッピーエンドや！そんなの当たり前じゃないか。だって、君は刹那の偽物なんだから。僕は偽物の方を好きになるはずがないだろう。私が本物？ああ、もういいから。今度はもう少し力強くするからさ。頼むね。今度こそ元に戻ってね。やめてくれ。刹那はそんな顔しない。偽物はさっさと消え、これでやっと。おい、何度も叩いてるよ。おい、何度もやってるよ。なるほどね。君に会いたい。そこまでして会いたいか。君の偽物に恋をするだ。
これも一番形上は幸せそうなノーマルエンド見に行こうか。お前はトワのことが好き、お前はトワのことが好き、お前はトワのことが好き、お前はトワのことが好き。洗脳エンドかな。トワの告白から数ヶ月が経過していた。あら幸せそうですね。おやおやおやちぬこれなんて書いてる。おやちぬにしか読めん。季節おやおやちぬでしょこれ。季節が変わり僕の住む町にも桜が吹き始めて咲き始めている。僕は町で有数の桜の名所をめぐ訪れていた。見てください、桜すっごく綺麗ですよ。屋台も出てるみたいですね。アキくんは何か食べたいものありますか。隣からは彼女の弾むような声が聞こえてくる。ある日僕は彼女の告白を受け入れた。もし聞いてる？あ、ごめん。少しだけ不機嫌な彼女の声色に焦った僕は慌てて声の下方へ顔を向ける。するとそこには桜色に染まる景色の中で微笑むトアの姿があった。もうええやんトアで。いやでもそんなもん言えないか。どうしたの？ぼーっとして。もしかして退屈かな。いや綺麗だなって。考えるよりも先に自然とそう口にしていた。桜が？彼女が期待のこもったような眼差しで僕を見つめる。こんな彼女が欲しいです。どっちも。ああいい答えやね、どっちも。なんそれ。彼女は少しだけ照れくさそうに笑う。目の前にいる彼女をトアのことを好きになってきている自分がいる。それは少しだけ寂しい変化ではあるけれど、きっと前向きな変化でもあるから。だから僕は今のこの気持ちを、この景色を忘れないでいたいと思った。普通にいいエンドや。あ、君にね、偽物じゃなくて本当の君に恋したんだ。偽物が消えちゃった。なるほど。いいエンドだけど、いろいろ考えさせられるな。みんな、逆張りはやめよう。選択肢には素直になりましょう。時には、わがままも言おうな。